ビッグバーガーとコーラの M ください。ビッグバーガーとコーラの M ですね。あんまりクレームみたいなこと言いたくないんですけど、多少は笑顔で接客とかしないんですか？うちはスマイル有料なんで。え？スマイル0円じゃないんですか？そうです、スマイル100円です。え？笑顔に100円取るの？何それ。うちの方針なんで、嫌なら帰ってください。なんだよこれ。でも面白そうだから試しに100円払ってみようかな。これでスマイル一つください。ありがとうございます。スマイルを一つですね。ひょう変したな、随分。まさに現金な店だなこれ。お客様ご一緒に。あ、ポテトとかはいいです。スマイルとご一緒に。お兄ちゃんはいかがですか？お兄ちゃん？お客様のことをお兄ちゃんっていうサービスです。何ですかそれ。それも有料？そうです、これがメニューです。いやいや、ハンバーガーじゃなくて接客のオプションメニューって。この通り1000円払ってもらうとお兄ちゃんって呼びます。どうしたんですか、急に戻ったけど。100円でスマイル1分です。時間制？はい、メニュー見れば書いてあるでしょう。こんなのも読めないんですか？いや、スマイルなしだからって態度悪くしていいってわけじゃないでしょう。300円払えば1日スマイルしてあげるけど、どうすんの？早く決めてよ。虚しすぎない？スマイルもらうために300円払うって。まあ払うけど。ありがとうございます。お客様大好き。くっそ、かわいい。ちなみにサブスクリプションで月額1500円お支払いいただくと、スマイルが一月無料となります。笑顔のサブスクって。あとこれもお願いします。はい、ありがとうございます。お店で食べる、それともお家に持って帰る、どうする？お兄ちゃん、ここで食べていくよ。じゃあそこの座席で食べる、それとも個室で食べる。個室は30分5000円だよお兄ちゃん。個室？ハンバーガー屋なのに個室で何すんの？それはね、私と個室のカウンターで一緒に頼んだ商品を楽しくおしゃべりしながら食べるんだよお兄ちゃん。何それ、キャバクラ？あと個室なのにカウンターあるの？そうだよ、カウンター越しじゃないと風営法に引っかかるからねお兄ちゃん。ガールズバーと同じ理屈か。それとね、個室を頼んだお兄ちゃんはコスプレのオプションも注文できるんだよお兄ちゃん。どうする？お兄ちゃん、私はお兄ちゃんと一緒に個室でコスプレしながら楽しくおしゃべりしたいな。今日はいいや、一般席で食べる。まだ頭の整理ができてないから。わかった、じゃあハンバーガーできたら呼ぶね。また来てねお兄ちゃん。飲み屋じゃなくてファストフードでキャバクラみたいなことするなんて、でも悪くないなこれ。いらっしゃいませ、今日はどうすんの？そっか、サブスク入ってないからまたスマイルなしから始まんのか。早く選んでよ、他の客もいるんだから。あれ、この感じだからどうすんの？冷やかしなら帰れよバカ。意外とスマイルよりこっちの方がいいかも。はあ、うまくいくと思ったんだけどな、このシステム。まさかスマイルなしの塩対応の方が好きなド M がこんなに多いとは思わなかったよ。